これがすごくいいよ、これ絶対にやった方がいいよ、なんて言われたことないですか？運が解説する金運上昇チャンネルの高見です。金運上昇チャンネルに LINE ができました。金運が上がる7つの特典をプレゼントしています。詳しくは概要欄をチェックしてみてくださいね。突然ですが、昨日食べたものって覚えていますか？よく記憶力のテストとかの質問でありますが、昨日今日の行動というのは記憶力だけではなく運気にも関わるものなんです。食べたもので体は作られていますし、運気にいい食べ物もあります。また昨日や今日行動したこと、選択したことが未来を作っていきます。ですので、もしかしたら何気ないことが運気のいいアクションだったりしますし、何気ない行動が運気ダウンアクションだったりします。どっちを積み重ねるかで運気にも大きな差が出てきます。どうせなら無意識で運気がいいアクションをしたいですし、無意識で運気ダウンするアクションは避けたいですよね。仮にあなたがやっていなくても周りの人が運気ダウンアクションをやっていると近くにいるあなたにも影響するため、せっかく金アップアクションをしていてもプラマイゼロになってしまうことだってあります。周りの人からの影響は結構大きくて、主に交われば赤くなると言いますが、運が悪い人と一緒にいるとだんだん移ってしまいます。ということで、今回は普段の何気ない運気ダウンする行動を知って防げるように運気を下げてしまう行動についてお話をしたいと思います。自立も貯金だったら嬉しいんですが、自立もで運気ダウンしていたら悲しいので、ぜひ最後までチェックしてみてくださいね。これから紹介するアクションをしている人が近くにいた場合、あなたの運気にも影響しますので、距離を置くか必要最低限の会話に留めておくことが運気に影響を受けないのでおすすめになります。まずはじめに友人さんとつながり、場を極める T 社のことから始めていきましょう。それでは早速行ってみましょう。一つ目は嘘をつくです。嘘にも可愛い嘘と獰猛な嘘もあります。嘘も時には優しさになることもありますから、相手のことを思っての嘘は必要なこともあるかもしれませんが、ここでお伝えしたいのは獰猛の方で、嘘をつきすぎて辻褄が合わないぐらい平気で嘘をついてしまうことです。僕も実際にありましたが、嘘をよくつく人が近くにいたんですが、特に自分が関わっていない害のないことだとしても嘘をつかれていると思うとなんだかもやっとします。よく嘘をついている良好な人間関係ってありませんよね。信頼されてない気持ちや軽んじている気持ちになるので、いい気持ちはしないですね。その人は狼人間ではないんですが、日常茶飯事で嘘をついていたので、話すと周りも嘘だと分かり、聞く耳を持たない雰囲気になることがありました。他にも人が話していた体験談を聞いて、後日自分が体験したこととして話すことがあって、ある時みんなの前でよく嘘つく人が話していたんですが、なんと前日に僕が体験したことを自分が体験したかのように話していました。普段嘘をつきすぎて覚えていないのか、話を聞いた本人に向かって話していたんですね。そこまで嘘がひどい人ではなくても、嘘は自分にも不誠実になりますし、人にも不誠実です。自分で周りを孤立させるため、いい人間関係が築けず、幸福感も感じられなくなりますし、ご縁や情報など、金運に関することも入ってこなくなるため、癖になっていたら運気を下げていきます。周りの人の波動も奪ってしまいますので、奪った分、どこかのタイミングで宇宙からの相殺がかかり、臨時出費など金運を奪われることが起こります。嘘をつくというのは本来の自分ではダメだ、不足しているという前提条件が潜在意識に入っているため、よく見せなきゃと取り繕う状態です。そうすると潜在意識には自分はダメな人間だと設定されてしまいますから、ダメだなと感じる出来事ばかり呼び寄せてしまいます。また努力はしたくないけどしているように周りには見せたいという楽したい気持ちから起こっている場合は、人間関係にも良くないんですが、実力をつける行動をしていないですので、将来その分のツケが回ってきます。自分のために嘘をついている人からはそっと距離を置きましょう。近くにいる場合は聞き流して相手にしないようにするといいですね。同じ土俵に立つと自分自身もその人の波動に
合わせることになるので運気が下がってしまいますから、真に受けないようにして自分が心地よくいられるようにフォーカスすることがおすすめです。二つ目は、私利私欲のために案件を紹介するです。タイトルからしてなんだか嫌な感じがしますが、これがすごくいいよ、これ絶対にやった方がいいよなんて言われたことないですか。一つ目と同じなんですが、それが相手のためを思って真剣に進めてくれていたら本当にありがたいし素敵な人ですが、相手のことはどうでもよく自分の利益のためにしている行動だったら悲しすぎますよね。口では言わなくても、お前はどうでもいいけどこれで欲しいものが手に入る、そんな思いを感じ取るとがっかりしてしまいます。自分は大切にされるに値しない存在なのか、そんな寂しい気持ちになります。以前高校の同級生が僕にも僕の友人にも声をかけてファミレスに呼び出して机いっぱいに洗剤を広げて勧誘されたことがあります。こういった体験ありませんか。それで興味ないと断ると、そうすると今度は今月のノルマが厳しいからと情に訴えてきて、それでも断るとめちゃくちゃ不機嫌な態度を取られたことがあります。そうなんです、相手が求めていることや考えていることは関係なく自分の都合で話をする、そして思い通りにいかないと不機嫌になる、相手のことを全く考えないことを平気でできてしまう人は周りからしたら害でしかありません。20代の男子で潜在に興味ある人ってそんなにいないんじゃないのかと思います。女の子は柔軟剤はここの香りがいいとかあるのかなと思いますが、男の子は洗剤がこんなにいっぱい使い分けて嬉しい、これでシミ取りも安心だねなんてあんまり話してるイメージないですよね。話がそれましたが、自分さえ良ければいいっていう人が周りに言うと、親切にしたいという気持ちや与え合おうっていう気持ちがあったとしても、この人にはなんだか嫌だなと感じて、親切にしたいけどしたくないっていう葛藤が起こり、したい行動ができなくなったり、いい気持ちがしないので波動が下がりますし、あなたはどうでもいいということが伝わり、セルフイメージを落とす原因にもなりますので、関わらない方がいい人です。違和感を感じたら、この言葉は自分のことを本当に思って言ってることなのかなって落ち着いて見てみて、一旦考えることが大切です。三つ目は、すぐ怒るです。これはシンプルに周りにいたら嫌だなって思いますが、運気にももちろん良くないんです。自分の思い通りに行かないとすぐに怒ったり、共感しないと不機嫌になるなど、そういった人は一緒にいると疲れてしまいますよね。これはネガティブな波動をカメハメハのように出されることで一気にネガティブ波動に持っていかれてしまうからなんです。波動って金運にも心の幸福度にもとても重要なものです。大人になったら自分の機嫌は自分で取る、これを放棄しているのはある種自分さえ良ければ周りはどうでもいいという行動です。もちろん日々生活をしていたらイライラすることもありますし、愚痴りたい時、落ち込んだ時、そんな時もあります。そんな時は聞いてもらうだけで心がスッキリすることもありますから、そういった時に付き合ってくれるお友達や家族、同僚には本当に感謝ですよね。一時的には波動が下がりますが、それでもあなたの心が軽くなるなら構わないよという愛情から来る行為です。そうではなくて感情のままにお構いなしに爆発する人は周りにいるとネガティブな影響を受けるので、できるだけ距離を取ることがおすすめです。また感情の浮き沈みがひどい人は傲慢を超えて躁鬱状態になってしまうことがあります。例えば会社の規模が相手の方が小さいと横柄な態度をしたり、すごい売り上げが上がると人を見下す態度になってしまったり、職場なら周りの同僚に、プライベートなら家族に、何気ない態度の節々に横柄な態度が出てしまうことがあります。昔あったのが、会社員の頃昼食の時間に外で外食をして会社に戻ると上司がものすごい勢いで怒りをぶつけてきて、食事に行く時は俺に言えとすごい剣幕で怒ってきました。ちなみに食事の時間は自由に取っていい会社だったので、勝手な行動をしたというわけでもなかったんですね。謎だなぁと思いながら、次の日に食事に行く前に上司に食事に行くことを伝えると、またすごい勢いで怒り出して、そんなことをいちいち俺に言ってくるなと前日とは矛盾したことを言っていました。びっくりでした。忘れていることもびっくりでしたが、無駄に怒鳴られたかと思うと悲しくなりますよね。この上司と過ごしている時は日に日に自信を失っていきましたから、環境からの影響って大きいなと感じました。
ちなみにその上司は大きな失敗をしてしまい、売り上げは大幅にダウンし、臨時出費が相次ぎ、運営もびっくりするぐらい下がっていきました。周りの人も離れていきましたし、怒りって波動は低いので引き寄せる出来事も悪いことばかり増えていくんですね。以上、金運が爆下がりする行動3選でした。どんな波動で過ごすかはとても大事ですし、その積み重ねで未来に引き寄せる出来事も変わっていきます。せっかくなら楽しく心地よく過ごしたいですよね。そして3つの特徴に共通して、自分だけ良ければいい、相手はどうでもいいという考えから来る行動が与え合い豊かになる宇宙の循環からははぐれてしまいますので、運気を落としてしまうようです。何気ない行動気をつけたいですね。今日の動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。最後に邪気を払い波動を上げる鈴の音でお別れしましょう。それでは明日の動画でお会いしましょう。